ユーチューバーがやってる方の活動についてお聞きしてもいいですかもちろんです、はい、はい。えっとね、僕のチャンネルはもともと旅チューブチャンネルなんですね、はい、家族で車で旅をする、うん、車旅をする家族が、うん、えっと手段として車中泊っていう車の中で泊ま寝、はい、泊まりしながら日本中を旅するっていうコンセプトで、うんえー、youtube の番組を始めているので基本は旅する家族のチャンネルとして やってます、はい、で、えー、っと目的はスキーとかスノーボードとかサーフィンっていうのが目的にあってそこに遊びに行くために車を使っていく、はい、さらに僕たちサーファーはビーチで泊まりたいんですよビーチで目が覚めたいのでだったらそれを車をそのまま宿泊できるような仕様に改造してしまおう、はい、っていうことで始めたのが僕らの旅のスタイルなんですよね。たたまたま えと「バンライフ」っていうキーワードがものすごいムーブメントを起こしていて車で日本中旅をする夫婦とかカップルとか、うん、そもそもソロでやってる人とかたくさん出てきて、はい、今ムーブメントが起こってきてる中で、まあ、うまいことそこのムーブメントとうちの旅のスタイルが合致してで今「バンライファー」っていうスタンスでいろいろ活動させてもらってるんですけども家族全員でまあ、うん あの車旅バンライフの旅をしているっていう人たちはちょっと少ないのでましてちっちゃい子どもを連れてるんでね結構あの特殊な、えーうん、チャンネルではあるかなと思います結構ありのままを動画での,のっけてたんですごいあのリアルさが伝わるというか <laughs> うちのチャンネルってあの家族の週末だだ流しチャンネルっ呼ばれてるんもうかなり 先駆け的なまユーチューバーとかいっぱいいらっしゃいますけど、そうですね。ユーチューブに関しては2006年にアカウントを作っているので、うん、もう13年目のアカウントです僕のアカウント。ユーチューブ2006年って言うと上陸って何年でしたっけ、YouTube、？2006年です。上陸の同時にあ、そうかそれ元々その前のやっていたから。あのユーチューブは大学生が寄人組が作った。 プラットフォームでこれ google が買ったんですよね、はい、で google 買って初めて日本に入ってきたんですだからその時ってまだ英語版しかなくて日本語に翻訳しながらアカウントを作ったみたいなところからやってますキカキンとメグウィンと僕ぐらいなんじゃないかって言ってるんですけど <laughs> すす、ね、一番最初にアカウント作ったのはぐらいのこと言ってるぐらいかなり初期から youtube は使ってますね、はい、最初って あの動画倉庫みたいな使い方をしている人が多くて、まあ、実は去年までずっと自分のアーカイブスをあの保管しておくための倉庫として使ってたので、ユーチューバーとして人に見てもらうためのコンテンツを作り始めたのは、まだこの1年とちょっとぐらいいしか経ってないです早速、2拠点生活についてお聞きしたいんですけど、はい、期間限定っていうふうにお聞きしたんですけど、はい、そこを、まあ、その理由となぜ2拠点にしようと思ったかっていうのをお聞きしてもいいですか。 まず、なんで二拠点生活を始めようか、思ったかっていうと、えっとね、夫婦でずっと前からこう漠然と話したことがあるんですよ。それ何かっていうと、ハイブリッド子育てがしたいよねって。ハイブリッド子育て。ハイブリッド子育て。これ僕が作った造語なんですけど、僕らの世代って、あの、幼少期、小さい時を、 地方の田舎でで育ててたたいっていっう漠然とした希望があるんですよなんか自然豊かな環境でそして人と人がすごくこう深いところでつながり合っている都会,都会みたいにね薄っぺらい表面の上澄みの油みたいな,なんかそういう表面的なお付き合いではなくてちゃんと暮らしの中に密着した人々との交流付き合い方っていうのをや,やられている地方田舎で自然豊かでみたいな。 そういういいところで育てたいなっていう漠然ところがそうは言っても、うん、これからの時代やっぱりあの、まあ、情報が豊かでありそれであらゆるスピード感において絶対的に当たり前なんですけども、はい、一番最先端にある東京首都圏 で国際化していく中で当然東京首都圏の方が圧倒的に外国人がたくさんもうあのプレイヤーとして入ってきていて多様性多様化っていうキーワードでどん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 目まぐるしく社会が変化しているここのスピード感に乗り遅れてしまうっていうことの怖さっていうのも一つあってだから田舎ばっかしで育ててしまうと 首都圏ににあるるこのスピードに乗り遅れるんじゃないか首都圏だけで育ててしまうと田舎にあるあのもっと豊かな感性とかっていうところを見失ったまま大人になってしまうんじゃないかみたいなこの2つにどうしてもこう僕たちは両方を彼,彼らの人生の中に組み込めることはできないかなって。 言ってたんですねなので、これが両方できたらハイブリッド子育てだねみたいなことを言ってたんですよ。はい、その中で他、えー、拠点とか、はい 2>, えー、2拠点それからリモートワークテレワークアドレスホッパーとかっていうキーワードがめちゃくちゃ流行ってきてで、ね、どんなことしてるんだろうと思って調べてみるとや,やられてるか家族っていっぱいあったんだけどもほとんどがお父さんだけなんですよ、ホッピングしてるのは。 ね、例えば2拠点やってる人は、えー、と家は田舎にあるんだけどお父さん東京の会社に毎日通ってますとかね新幹線通勤をしてますとか、うん、ちょっと長距離だけども、えーとうん、通勤をしてますあるいは、えー、がっちり東京に住まいながら週末だけ家族のところに帰りますみたいなスタイルをやってる人とかっていう人たちの記事とかを見て読んで気づいたのがあこれ全然俺がやりたい。 が、拠点生活じゃないなと思ったんですよ。うん、なぜなら動いてるのは父親だけで家族は拠点しちゃったんですよね。そうなってくるとえっと離れてる時間の方が多かったりとかそう,です、ね、うん。ちょっと本質的に僕らがやりたいことと違うなって思っていたので、これじゃないなっていうのは？自分の中では分かってたんですね。うん、このやり方じゃないなと。じゃあ何がやりたいか？って言ったら、うんとそうだっつって。1年のうちを2つの拠点で。 んんじじゃゃええばいいいいねっていう超シンプルな答えにたたどり着いたわけですよ、はい、で、僕たちがやっている今の仕事っていうのは制作業なので、はいはい、基本的には最初のキックオフミーティングぐらいでがっちりと顔合わせができているとあとって、えー、とスカイプとかを使ったりとかっていう形で、うん、実は、えー、と必ずしも顔合わせなくても作業って仕事ってやっていける環境にあるってことはすすそそううででもうすでにできている 中でなんでそれを活かせないんだろうって思ったんですねこれできなくはないなとまず僕らの労働環境の中ではあこれはできるなとじゃあ問題点は修学だったんですよ学校なのでうんと学校さえどうにかなればこれは実現できるんじゃないかなって思ったのでそれがきっかけでそのハイブリッド子育てっていうのにまず第一歩 踏み出したっていうのがきっかけですね。ハイブリッド子育てという造語を。これ、これからバズるんで、ハイブリッド子育て。<laughs> もう、もう、いろんなところに貼っといてください。<laughs> ハイブリッド子育て。なんで、えっと、子供の頃、幼少期を。田舎で育てて、大きくなったら、都会に出てくるって。これ、よくある。ケースでしかなくて。うん、大学は東京の大学通いたい。そうではなくて。育てていっている、その一年の間を。 アドレスホッピングすれば小さい時に2つのこう環境で育てていけられるわけじゃないですか、うん、これをやって育てた子供ってどういう大人になるんだろうっていう漠然とした僕のなんか狙いがあって、うん、それがねほんと一番最初のきっかけ最後まままで見ててくれてありがとうございいししたぜひチャンネル登録お願いしますせーのアデュー